どうもエです。 AJ ユナイテッド久しぶりの企画です。舐めたドリブル10戦ドッキリ。マジか久しぶりのはドッキリ企画なんですけど、サキチグランドとさせていただいております。そしてですね、まあ、僕がドリブルできればいいんですけど、あいにくちょっと怪我中でして、足がやっぱもつれるっていう病気にかかってまして、今回は、サキチグランドドリブルで言ったらもうこの方たちお呼びしております。お願いします。お願いします。はい、ということでちょっともうおなじみなんですけど、サキチブラザーズことヨンの兄弟のお二人に来ていただきました。次回まだ来てないじゃないですか、はい、これちょっと時間ずらして言ってまして、僕たちあのなめたシリーズっていうドッキリ企画があるんですけど、復刻版ということでめちゃくちゃ久しぶり、1年以上やってないよね。1年以上やってないかもね。やってないんですよ。で今回はぜひお二人になめたドリブルで、次回はあの1対1のディフェンスを練習するっていう一個企画を取らせてもらうんですけど、そこで宮本浩二とみっちゃんにもうドリブルやっぱ相手になってほしいなっていうので、全て舐めたドリブル、舐めていいですか。舐めたドリブル、舐めていいんですよね。そこと これこの企画に関しては本当もう舐め腐ってください。本当舐めていいです。もう本当てあそれはちょっとあのまずいと思うんで、あの僕も舐めたくないです。それに関しては次回は多分普通に抜いてくると思ってるんですよ。だけどもう予想外のプレーで抜いて多分精神的にやる恐れがあるんですよね。それを狙ってるシリーズです。これは何やったっけ、もう舐めた PK を舐めたフリーキックとかやってるね。いろいろやってきてるんですよね。PK なのにこういきなり頭でこうやってましてで、それまあ普通に取るんですけど、なんだよみたいな感じで、ちょっと切れるかもしれないですけど、こちらもう本気で切れてください。でもうちょっとドリブル、舐めたドリブラも用意していただいてるということで、10種類ですね。ということでじゃあ、はい、行きましょう。ドッキリスタート。あ、受験なんかトイレコンビニがうんこしてくるってさっき連絡あって、ちょっと合間でうんこしてるマジか。連絡あって。どうもエです。受験です。リュウちゃんです。みっちゃんです。エイジェイナイテッド最強の右サイドバックへの道1対1ディフェンス受験編。オーラ感じますよ。よろしくお願いします。いやもうこのさ、サキチブラザーズといったらさ、やっぱドリブルなわけよ。今回に関してはちょっと足のもたつきの病気が何それ。足のもたつき、やっぱドリブルすると足のもたつきの病気っていうのが今僕かかってまして、ちょっとそれは俺もかかってる。ちょっと今日はお休みさせていただきます。あの俺の強化企画だもんね。先輩の強化企画なんですけど、俺がよりも今回はサキチブラザーズいるじゃないですか。確かにそうだ。やっぱドリブルした攻撃をお願いってかいいっすか、攻撃。いやちょっと今いきなり攻撃をお願いしますって感じなんですけど、いいですね。じゃあ俺はひたすら守備ってことだよね、要は。そう、ただこれもう対決にしたいんで、ずっとやったら多分疲れると思うんですよ。だから10本あとディフェンスで1回止めたら1点入るみたいな、めちゃくちゃ有利だと。だってドリブルとディフェンス1対1だってディフェンスめちゃくちゃ有利ですよ。ということでちょっと先輩マジでちょっと右サイドバックのディフェンスの強化に関してめちゃくちゃ熱いということで、あの2人の力を借りて強化練習をお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。チャレンジスタートでいいですか。はい、チャレンジスタート。いやーだけど俺その前にさ、うんこで遅れたことに関してはちょっと本当に謝った方がいい。すみませんでした。どうしても下痢でさ、張り紙店にはちゃんとトイレ借りるって言った。そういうのが必要ないやさ、なんか張り紙が書いてないパターンあるじゃん。一応言った、うん、いや、言ってない。書いてないってことは治安いいとこだから。よかったわ。あ、よかった治安、うん、溜まってなかった。あの駐車場とかになんか怖い人たち溜まれんじゃよく。だから C って言うならこれ。今から一応あの先輩の練習ということで、いきなりこう1対1っつってもディフェンスに対して教わった方がいいと思うので、みっちゃんすごいあディフェンスすごい得意なんで教えてほしいなっていう感じで、いいですか。俺もちょっとここは普通に教えてほしいです。まずボール持ってる人に対して絶対こう両足ちょっと半身になってどっちでもいけるように対応する。もうゴール真ん中なんで、まあ自分の切りたい方向、やりやすい方向あると思うんで、自分だったらこっちなんで右足前だし、でもやりやすいんで、どっちかな。確かに自分のやつをさ、人によって違う。あ、俺こっちかも。こっち僕苦手なんで。俺こっちだ。俺こっちかもしれない。半身で。はい。半身で。半身で。確かに先輩こうやってるイメージある。いやなんかね、そう、それでね結構また通されたりとか。ね。今日はそういうおふざけのやつじゃないから。こうドリブルされた時にこう背を向けちゃだ。基本的にこっち行ったらクロスステップで。しっかり対応すること。でも切りたいって言ったらこう、俺こっちの方がいいんですけど、こっちには絶対行かせたらそうですね、なるべくですけど、あんまり切りすぎるとやっぱ行かれちゃうんで、そうですね、7-3、7-3ぐらいで、もし仮に行かれた場合
そう対応するしかない。上手い人ってこう逆ついてこっち行くんで。あと俺重心守ってる時重心の位置ってどの辺にかけてるの？足出したいんだけど、後ろにこう下がりながらだとやっぱ出しにくかった。出しにくいですね。僕がこのタッチした瞬間、ここ狙う、ここ狙う、ここで狙う。おお。離れた瞬間ですよ。ボール離れた瞬間。はい、ここ狙う。やっぱりちょっと練習させてもらった方がいいんじゃない？この後対決。感覚的に、感覚的にはどうなんですか？今樹海のこの。あ、全然いいと思います。そうそう。これで、こう構えてるじゃないですか。こっちの方が近いから、こっち。ああ、そう、多分。ああ、なるほど。僕、右足前出すんで、こう行く。パスにもなるんですよ、これ。例えば、守備してるときに、パスになるんですよ。だから結構効果的なんです。つくっていうか。ボール離れちゃえば。うん、そう、ボール離れた瞬間、まあ、できれば、こう、体入れて奪いたいですけど。うんうん、体入れるときのタイミングってもう。いや、けども、基本的に上手い人って、やっぱ、ボール離れないんで、うん、けど、どうしても絶対ミスするときあるから、ボールが離れて、そのときにやっぱ、チャンスを、あ、ミスを逃さずに。あ、これ、ここいいんです。これでいいです。これだけ決めろ。やっぱり決めろ。顔全身してる。やけどすごい。やけどすごい。それで前もシュートでシュートしよう。オンゴール。どう準備的には。いやだけどだいぶそのどこ狙って守備した方がいいかが教えてもらったんで。ちょっと考えさせればよかったです。もうちょい。ちょっと教えてもらいすぎた。すぎたね。自信の方は。みちょこんな教えちゃっていいの？一対一の前。終わり。教えすぎた。気合い。マジかよ。マジで。止めたら一点なの。ついてる。十ですよ。ついてる。これちゃんと出る顔が見たいんだ。じゃあまあ顔は出ちゃうな。もしかしたら癖で出るかもしれないけども。ついてからちょっと一回やってみる。オッケーです。多分完璧だと思います。早速いいですか。これどういう順番で向こうは？もうランダムです。真剣ですよ。それでは佐吉ブラザーズ VS 樹海10本対決。よろしくお願いします。お願いします。1本目お願いします。あ、やべ、また。やべ、また。また開けすぎちゃった。ちょっと待って、もうさっきのセオリーが通用しない。ボールがさ、こう出てきた瞬間を狙えてきたけど、はいはいはい、もうボールが足の下にいるよ。ああいうのもあるっす。え、ああいうのはどうしたら多いんですか？いや、あれは騙されちゃダメです。え、だからあれは、ちょっとこう乗ってるボールを、こう突く分には別にファールにはなる。ファールじゃないですけど、やっぱあれもフェイントなんで。フェイントの一種なんで、やっぱそこを騙されちゃったもんで。そこは対応しないといけないっていう。南米の血が流れてる。よし。よっしゃ。よっしゃ。さっき教えてもらったことが何にも活かせないんだけど、今状況的に今何が起きた。これもフェイントの一種で。試合中やるんですか、むっちゃん。いや、オーストラリア人やってました。何も言えねえじゃん。いや俺だって、オーストラリア人のトラップ見たことないもん。みっちゃんもう一回いいっすか。ああ、OK。 もう靴にもないっすか。靴にもない。いや、もう怖いっすあれ。おっしゃ。おっしゃ。やばい、俺自分でアシストした。おっしゃ。こういうのもあるっす。これはこれブラジルでやってたらしいんで。俺今んところちょっと待って、教えが全く披露できてない。筒毛はちょっと甘かったっすね。あれ全然。あれも普通にバーって蹴ってもいいんすか。全然いいっす。ノーファなんで。やばい。でもマジでガッツリっていいと思う。マジで。海外の攻めが分かんないんだよ。海外の攻めが分かんないんだよ。海外の攻め。まあでもさ、10本もあるからさ、今4、え、3本。まだ30だけどさ、さすがにそんなバリエーションないでしょ。わかんない。ちょっと、佐吉ブラザーズ。めちゃめちゃインスタに上げてる。全部来られたら、俺対応しきれない。何個あるか分かんないよって。じゃあ真剣なんで、フィールダー。うん、オッケー。
だ。いやー、ビールでした。うめ。あんなタイミングで出せるんですか。え、でも先輩あれさ、頭上行ったらどうなの、追いつけない。今さ、先輩さ、ボール見失ってた。見失ってたし、結果的に追いつけてなかった。いやー、予測つかないマジで。予測つかないマジで。ちょっと、俺サイドバックのディフェンスの練習なんだけど。でもサイドバックだったら相手ネイマール左サイド来るから。あります。俺は仮想ネイマールでやってる。そう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 。ダブルネイマールきついって。ダブルネイマールきついって。まだ半分。次で5本目。次で5本。うまい。うわい、危ねえ。今体の使い方、今完全どうでした。いや、もうなんか予測してたというか、うわ、ボールがもう行っちゃってたから体当てに行くしかないから。やられたね、マジで取られた。山本さん悔しがってるよ。めちゃくちゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。山本さん、すごいな、終えていかないとね。いや、でもこのまま、おっ、手上げます。いや、でも、うわ、手上げます。お、強い。体、体、体。うわぁ、危ねぇ。うわぁ、危ねぇ。うわ、今、時間いけたかと思った、今。こちら当ててよ。ちょっと、ウィッチャーの体が強すぎて恥ずかしい。危ねぇ。いや、しかもこれ結構ちゃんとやると疲れてくるっすね、普通に。そうっすね。今いい対応でしたね。いや、いい対応。守りきれなかったけど、ちょっと褒められるとやっぱ嬉しい。いや、あの、先輩、あの、もう何が来るか本当に分かんなくなってるね。うん、もう頭の中パンクしそう、なんか。もうね、何が来てもおかしくない。だってネイマールだもん、相手は。そうね。いや、もう俺はそう思っていく。そうね。爪早く。爪早く。行こう。うわ。裏街道系やっぱ大変。わかんない、予測がつかない。今もう足止まっちゃってた、普通に。でも体当てに行ってもいいかもしれない。もうちょっとガチで。いや、もうあのちょっと言っとくけど、もう何来るかわからん俺。ネイマールとロナウジーニ相手にしてる感じ今。ネイマールとロナウジーニ。あ、ロナウジーニ。ロナウジーニ。そう言われてる。ちょっと、あ、誰やれ。ダメダメって聞こえた。ダメダメって聞こえたぞ。誰やれ。え、これこういうこともあります。ファールかもしれないですけど、実際あるかもしれないです。守備は切り替え大事なんで、頭の切り替えも。こういうこともあるってことだけ認識しといてもらっていいですか。いや、もう認識してるよ。もう3、4回目ぐらいから。もう結構だいぶ前から認識してるよ。先輩も削ろうとしてるような感じでもうこうスタンバってるんですけど、あの、大丈夫ですか。全然来てください。あ、全然来てください。はい。いけ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 。うお。まだボール生きてるよ。すごい、ここ。先輩。え、ディフェンスどうでしょう。まだまだまだっていう、そのオフェンスの声で起きる。うわ。まだボール生きてるよ。2本目のカンガルーはもう通用しなかったです。いや、だけどまだ納得のいく守備ができてない。やばい、次でラストです。でちょっと、あの、言い忘れてたんですけど、あの、舐めたドリブル10戦です、これ。あの、なんで、あの、最後も、あの、あるんで、頑張ってください。なんでこんなことしたの？頑張ってください。こんなさらっとネタバレすることあんの？なんか最後は、知った上で、がっつり言ってほしいなっていうの。もう舐めたやつで来るってことね。そうっす。舐めたやつでお願いしてもいいですか、最後。ほんとすいません。こっちのわがままで。いい、おい、俺が悪いみたいにすんな。
じゃあラストです、これが。お願いします。ただ最初に教えてもらったのは、教えてもらったやつはもう、いやあれはね、ちゃんとした情報ですもんね。そうか、それは間違いない。あの学んだことをぶつけます、この10回目に。やばい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 。悔しそう。今いけんけ。練習してたんよあれ。なんで練習見てて止められないよ。そんなことある。練習見てた。最後ちょっと、もうあの10本終わりました。あの10本のネタお願いします、頼んでたんで。ちょっとこっち来てもらっていいですか。ちょっとこっち来てない。10球しか多分持ってきてないですよ、ナメタを。まあそりゃそうだろう、10本多分レパートリーがないはずなんですよ。だから多分普通のドリブルで来るはず。10本のネタでお願いしますって言っちゃってるから、ちょっと先輩そこ交渉して OK だったら。みっちゃんはちょっと1回前やってもらってるんで、ちょっと言わんとこうって。ちょっと佐吉の大将に最後1対1。なんかちょっと居酒屋大将。喧嘩気味なんですけど、はい、なんか言いたいことがあるし。何でしょうか。最後に1回だけ1対1。結構やりたいらしいです。舐めたドリブルなんでしょう。舐められたままじゃ終われねえわけ。おお。やります。この11本目はちょっと予想外展開になってるよ。舐めてないんで。お願いします。いけ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 。ちょっと早いってカメラ。何言ってるか全く分からなかったんだけど。まだあるかいったんよ。ありました。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。ネットに舐められてる。すいません、ネットに足引っかかった。